路面電車を運営する札幌市交通事業振興公社によりますと、コロナ禍の影響で見込んでいた乗車人数を下回る状況が続いた上、電気料金などの値上げで経営状況が厳しいことから、運賃の値上げを北海道運輸局に申請していました。今日認可を受け、大人運賃は 15% 値上げして200円から230円に、1ヶ月の通勤定期は 6.1% 値上げして8190円から8690円になります。また土日祝日などに利用できる1日乗車券ドサンコパスは400円から460円に値上げします。運賃の改定は12月1日からです。